吉せさん、空手バカ一代っていう漫画は私大好きなんですよ。で、空手バカ一代っていうタイトルもなかなか面白いんですけども、その漫画を読んでいくとね、この一本木にバカをやることの大切さってのを思い知る、そんなシーンがあるんですよ。で、この空手バカ一代の主人公は大山真一つって言って、あの、特攻兵帰りでですね、で、空手の達人なんですよ。で、その空手でもって、 まあいろんな困難を乗り越えていくんですけども、ただ、空手以外のことは空きしダメで、つまりは空手バカっていうのはね、空手以外のことは全然ダメだよと。でも空手、空手だけはバカみたいにやるんだ、この人は、みたいな感じです。猿の一つ覚えっていう言葉がありましたね、それに似てるんですけども。で、この主人公の大山松ツが、せっかく空手でね、稼いだお金とか、手に入れた財産とか、家とかっていうのを、騙されてね、 んられちゃうことがあるんで,すよで畜生をだましやがってっつから怒りに燃えてそのだまく自分をくらかしたやつのところにねこう突撃していくんですよ。やろうってよく待やってくれたなお前人のことをバカだバカだってバカにしやがってその分俺は体にぶち込んでるんだ。お前らの腕や一本や本をへしょってやるからなって感じで突撃するんですよね。そこでなんですよ。 まあその話のオチっていうのは結局自分を騙した人にも事情があってね家族がいてどうしても人を騙さないと生きていけないっていう状況があったんでえ人を騙してしまったんだ「すいませんいくらでもお金を返しますから」とか言って土下座をして謝るってシーンがあったんですけどもそこでえその主人公の大山二つはねものすごく怒っていたんですけどもやっぱり人っていうのは突き詰めれば必ず悲しみにぶち当たる悲しい者同士いがみ合っててもしょうがないと。 俺はお人よしだからお前らの事情を知ってねもう手を出すことができねえよ俺の財産は全部お前にやるまあ俺のことをバカにするだろうけどそれでいいんだと俺はもうまた空手の道に帰っていくよっていう風にしてねあの取られてしまった財産をそこで手放すっていうねことを決めるんですよ以来莫大な空手で得た財産っていうのをちり紙1枚失ったような、まあ、そんな感覚で生きていくんですよねでもそんなことがあってもやっぱり 空手一本でその後の道も切り開いていって結局世界中に数百数千というね弟子のいる極真空手っていう総裁に収まるということでね創始者に収まるということでえ大山桝さのストーリーがねそこで際立つわけなんですけどもそのぐらいバカみたいに一本気に何かをやったことがあるのかなっていうふうに私は思うんですよ全ての人に対してね。いや1万とか2万というレベルでやったことがありますかみたいな。 例えば YouTube2 万本っていうレベルでやったことがありますか3万本っていうレベルでやったことがありました目指すのは10万本っていうふうなことをね考えたことはありますかってことですよねそれを別の道に置き換えても自分の好きでもない仕事を10年20年30年と続けていてじゃあ自分の人生何だったんですかって問われた時に何だったんでしょうねいやいややった仕事が仕方がなくて自分の人生の唯一のものだったっていうふうになるんですかねでも自分の やれること好きなことできることを、一本木に突き詰めて、誰も追いつけないような前人未到の YouTube アップロード本数。まだ途中ですけども、お互い2万本とかね、3万本とかっていうのね。誇れる馬鹿だと思いますよね。はい。ということで、空手馬鹿一台の空手でございました。空、いってらっしゃい。